ジャパンの皆さん、こんにちは、アリサです。皆さん、お盆休みはいかがだったでしょうかね。私もね、お盆休み久々に堪能してきました。まあね、これから VTR がもう流れてますけどもね、流れるのでね、 VTR どうぞ。アリサの爆食タイム。このハンバーグ弁当うますぎ。京都の皆さん、こんばんは。京都に着きました。イエーイ。夜食ラーメンは欠かせないお年頃。ウー、お出かけに行ってまいりました。私ね、結構雨女なんですよね。ほんと、世界中に申し訳ないぐらいの雨女でございます。やってきました、梨狩り。見てください、このね、梨がずらーっと並んでいるね、綺麗な姿を。マジでね、素晴らしいですね。こちらは袋に入れられたぶどうたちでございます。この季節ね、暑そうですね。これはですね、説明をね、今受けております。今食べてみます。あー、でも美味しい、市販のやつより美味しい。うわぁ、濡れた。忘れた。おもや、めっちゃ綺麗やん。ナッシゲット。めっちゃ美味しそうやわ。あれ、めっちゃ剥きすぎた。この梨ね、もう食べる時にめっちゃいい音するんですよね。ほら、めっちゃいい音すぎません？いや、ほんとも美味しいな。ぶどうも梨もめっちゃ美味しいんですよね。イエーイ。来る時はね、もう土砂降りだったんですけどもね、着いたらね、ちょっと晴れてね、まぁ、ちょっと小雨が降ってたんですけども、よかったでございました。あれ、こちらも雲行きが怪しくなってきましたね。私ね、最近食べれないんですよね。あー、もう限界やな、これ。ちょっと限界そうな顔してますね、これ。おー、お腹をさすってますね。次はね、巨峰狩りに行ってたんですけども、バッタに遭遇してしまうというね。私、虫がね、大嫌いなんですよね。はい、これはね、私のマミータンがね、取ったブドウなんですけども、自分が取ったような感じでね、取ってみました。うますぎー。うまっ。こちらはもう限界でございます。ごちそうさまでした。ゲーセンが私ね、結構大好きでね、特に UFO キャッチャーめっちゃ好きなんですけどもね、たまたま見つけたバズライトイヤーをね、ちょっと欲しいってなって挑戦したんですけどもね、全然取れないんですよね、これ。でね、奥の方をね、ちょっとやってみようぜと思ったらね、見ててくださいね。取れなかったね。めちゃめちゃ美味しくないですか、これ。でもね、最後並べて帰ってきました。この旅の目的はね、これなんですよ、私。プロ野球チップスのね、箱をね、どうしても UFO キャッチャーで取りたくてね、なんとか見つけ出してね、挑戦したんですよね。これね、意外とタグの部分を狙わずにね、こういう全然ちゃうとこをね、狙った方がね、取れるというね、YouTube で見たんですけども。行きますよ、これ。見ててくださいね。おお、行くか？行くか？わーって感じですよね。でもね、見ててくださいね。これ、行きますよ、行きますよ。おお、おお、いけるか、いけるか、イエーイ。ナイスアリサ。
初めてね、こういうタイプでゲットしたんですけどもね。ちょっとうますぎません？私。すごくない？ちょっと、ゲットでございます。ちょっとすごくない？すぐさまね、2回目に挑戦してるんですけども。いけるか？イエーイ！すごくない？マジですごくない？これセンスめちゃめちゃあるやん。はい！イエーイ！ナイス！アリサー！やばないこれ。すごくセンス私ありますよね。アリサのドヤ顔タイム、イエーイ。そしてね、次の日にもなるんですけども、次の日もね、ちょっとやってみました。見てくださいこれ。おー、すごくない？そして2回目なんですけどもね、見ててくださいね。ここをブワーンとやるとね、ブワーンと落ちるんですよね。そして因縁の対決、バズライトイヤーとね、ちょっと戦ってみました。これすごいんですよね。見ててくださいね。でんぐり返し！イエーイ！さあ、あの、一発撮りなんですよね。まあね、これもね、大出血サービスなんでね、簡単だとは思うんですけどもね。これはクッションですかね。バズライトイヤーのあの、悪者ですかね。これをね、ちょっとやってみたんですけども。見ててくださいね、これ。見事にここにね、引っかかってね、コーンと落ちました。結構ね、取れましたね。楽しかったでございます。この日はですね、試合があったんですけどもね、行きたかった神社に行ってきました。これはですね、水みくじをね、やってみたんですけどもね、この水もね、めっちゃ気持ちよかったしね、これ水に濡らすとね、あの、文字がね、浮かび上がってくるという不思議なね、おみくじなんですけども、ちょっとやってみました。ちょっと待って、体調面言っていい？暴飲暴食は禁物。冷たい。ん？さ、コクがあるから。お盆休みももう終わりで、今から帰ります。富士山見えるかなと思ったんですけどもね、これ曇りすぎてね、富士山どこやねんって感じですけどもね、これどこかわかりますかね。私全然わからなかったんですけどもね、天気がいい時にね、もう一回乗りたいなと思います。このね、夕日というんですかね、これ夕日ですよね。もうめちゃめちゃ綺麗でね、早速カメラを回してみたんですけども、やっぱりね、東京に近づくにつれね、ビルが多すぎますよね。いやー、めっちゃ綺麗じゃないですか、これ。眩しい！はい、本日も動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。あ、インスタグラムもね、フォローよろしくお願いいたします。はーい。以上、アリサでした。バイバーイ。